皆さんこんにちは、ビムチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、前回はですね、第3章のところで平面図ビューを作ってですね、ビューを理解するという項目について学んでまいりました。今回も引き続き第3章のところの壁を新しく作成するという項目について学んでいきます。レビットで壁を作るという基本のやり方ですね、今日の動画を見ていただければ大体理解できるんじゃないかなというふうに思いますので、しっかり学んでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それでは新しい壁を作成していきます。はい、それではですね、壁の作り方、新しい壁を作るということをやっていきます。今ね、開いているのがですね、1階の平面図ビューですね、前回作った図面用のところにあります1階平面図のビューで作業をしていきます。はい、それでは壁の作り方なんですけども、まずは建築タブ、それから壁のところの衣装ですね、壁衣装、こちらをクリックいたします。この状態で壁を描くモードになっているんですけども、まず新しい壁のタイプを作るということで、まずはタイプ編集ですね、こちらをクリックいたします。新しくですね、壁を作るやり方なんですけども、基本的にはですね、今あるタイプですね、こちらを複製する、コピーするやり方で作っていきます。で、教科書通りですね、この外壁、メタル、スタッド、レンガ、こちらに合わせてですね、この今あるこの壁、こちらを複製していきます。で、複製のやり方はこの右側の複製をクリック。そうするとまず名前を聞いていきますので、この名前をですね、任意の名前を打ち込んでいきます。教科書に沿ってですね、 HB 外壁 RC の1階という名前を入力しました。これで OK をします。はい、この状態でですね、ちょっとタイプ編集を見ていくんですけども、今ここにですね、新しい外壁を作った、新しい壁を作ったんですけども、もともとコピーしたコピー元はこれです。なので今ですね、名前を変えただけ、複製して名前を変えただけの状態になります。で、この内訳をですね、詳しい内訳を見るには、ここの編集をクリックいたします。そうしますと、ここにレイヤーというものがございまして、1番から順番にですね、このレイヤー、壁のレイヤーというものがここにあります。で、この一つ一つのレイヤーがですね、この今プレビュー表示になっておりますが、この壁のですね、内訳になっているということでございます。この順番もですね、上から1番から下に向かって9番ですけども、ここが1番の内容で、これが2番の内容、3番の内容みたいな感じでございます。で、この緑のラインなんですけども、これがですね、この躯体境界と呼ばれているようなもので、この仕上げと、下地みたいな感じでこう分けるときにですね、この躯体の境界ラインっていうのをここに設定してあげます。はい、それからこの画面の見方といたしまして、このプレビューというものがですね、引っ込んでいる方もいらっしゃるかもしれません。この状態になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、このプレビュー表示を押すことで、左側に内訳がですね、絵的に表示されるということでございます。ちなみにこれがですね、ビュー、今平面図のビューになっておりますが、これ断面図を選ぶと、この断面図のプレビューになります。はい、まあ、基本的には平面図でいいかなというふうには思います。はい、これがですね、基本的な壁の作り方になります。もともとあるタイプを複製して名前を変えて、そしてこの中身をですね、これから編集していくというところになります。はい、それでは続きまして、壁の仕様を編集していきます。はい、それではですね、この壁の内容ですね、編集していきたいと思います。このもともとあったですね、この2番の内容と3番4番のこの内容、これを消していきます。それぞれ消していきます。消すやり方なんですけども、まずカーソルを合わせて、ここにですね、削除、削除ボタンがありますので、こちらをクリック。そして次の防水層も削除、下地も削除します。はい、次に5番のレイヤー層ですね、この防水層ってなっているところの、この機能を変えます。この機能はですね、まあ、構造の機能だったり、下地の機能、いろいろあるんですけども、ここをですね、断熱層または通気層、この機能にいたします。次にですね、この構造のマテリアルを変えていきます。構造3番のところなんですけども、この上の躯体境界、この緑のライン、そして下の躯体境界、この下の緑のラインの間にあるのが、この3番のレイヤー、構造というものでございます。ここのですね、マテリアルを変更していくということなんですけども、カテゴリ別っていうのは別に特に何も設定していないデフォルトの状態でして、何か新しいですね、例えばこのこっちですね、1番のレイヤー、レンガというマテリアルを与えているので、こういうハッチングがかかっていたり、あと色も茶色になっていたりしますよね。なのでこの構造に対しても今デフォルトの状態ですが、マテリアルを与えていきます。
で、今このグレーのですね、何もないような表現になっておりますが、これがどう変わるかっていうのをちょっと確認していきましょう。まずここにカーソルを合わすと、ここに3つの丸ポチが出てきます。そちらをクリックいたします。そしてここにですね、あらかじめ用意しておいたマテリアルですね。これはマテリアルをですね、ここで作ったり、編集したりっていうのもできるんですけども、まずは山形先生が準備してくださっているテンプレートの中に入っているこの HB_RC、こちらを使っていきます。で、こちらの内訳ですね、右側を見るとわかるんですけども、切断パターンというところ。切断パターンっていうのは、この平面をこうスパッと水平に切った、このスパッと切ってるっていう意味が切断という意味ですね。その切断された時のこの中身の表現をどうしますかっていうのが、ここに、ここで設定できるんですけども、まずパターンの方が3本ハッチですね。RC を示す3本ハッチ。そして色はこの色、RGB の000であるという設定がされているのが、このマテリアルでございます。ではこれにね、カーソルを合わせまして、そして OK をクリックしていきます。はい、そうしますと、色が RGB の000、さらに3本ハッチの表現になりました。この教科書の方のメモにもあるんですけども、このレビットでレイヤーっていうと、この壁のこの層ですね、壁の一つ一つの層のことをレイヤーというということで、いわゆるオートCADとかですね、違うCADでのレイヤーと呼ばれているものとは少し概念が異なりますよということが書かれております。はい、それではですね、この機能の設定とマテリアルの一つ設定ができたので、今度はそれぞれ厚みを与えていきたいと思います。厚みの修正をしていきたいと思います。単純にカーソルを合わせて、今90ってなってるのはこの1番のレイヤーなので、ここですね、ここが今90ミリだということでございます。これを30ミリに変更していきます。はい、そうするとここが30ミリになりました。で、次に躯体の内訳ですね、この RC の部分152ミリ、ここが今152ミリですが、これを180ミリに変更していきます。で、断熱層の方を25ミリ与えてあげまして、そして仕上げ30ミリ、仕上げの厚みを30ミリに設定いたします。これは教科書通りですね、教科書通りの設定にいたしました。はい、ここでですね、非常に重要なことがございまして、このちょっとね、見えにくいんですけども、ここに外側って書いてあるの分かりますでしょうか。そして、これもかなり見にくいんですが、ここに内側というふうに書いてあります。これもうちょっと分かりやすい表現の方がね、いいんじゃないかなと思いますが、要はこの1番のレイヤーの方、こちら側が外側で、こちら側が内側ですよということをですね、ここでは歌っているわけなんですね。なので、この1番のレイヤーはこのことだし、6番のレイヤーはこのことなんですね。で、この外側、内側っていうのが非常に重要でして、壁を描くときにですね、どっちの向きに描けばいいのか。例えば、この下地を挟んでですね、上側も下側も全く同じ厚みの同じものであれば、別にどっちがどっちでも問題ないと思うんですね。シンメトリーだったらどっちでもいいと。なんですけども、例えば今の外壁のように、非対称だった場合は、どっちが内側なのか、どっちが外側なのか、ここで言うとレンガ側はどっちなのかっていうのは非常に重要になってくると思います。なので、この壁を作るとき、壁を描くときは、この外側と内側を意識して描いていくようにいたしましょう。で、ちなみに外側っていうのは外壁側という意味では決してなくて、単純にこの壁のタイプの外側と内側という言葉のそのままの通りというふうに理解しておきましょう。さらに教科書にはですね、ちょっとメモが書かれておりまして、作成した壁は壁の中心線と躯体の中心線が一致していませんということが書いてあります。今後の作業の中でどちらを選んでいるか注意する必要がありますということで、これから外壁を描いていくわけなんです、壁を描いていくわけなんですけども、その時の配置基準というものがございます。それがですね、躯体の中心だったら、躯体の中心、構造の中心ですね、この構造の中心だったら、ここの中心を配置基準といたします。一方で壁の中心というものを選ぶと、壁っていうのはこの全部のことを言いますから、壁の中心はちょっとこの構造の下より下側、このちょっと極端に書くとこの辺ですかね、この辺になってくると、ちょうど真ん中ですということで、この構造の真ん中で書くのか、壁の真ん中で書く、中心で書くのかっていうのが異なるので、この辺も覚えておくようにいたしましょう。これはですね、後から壁を書きますので、その時にしっかりね、分かるかと思います。はい、ではですね、壁を作成できましたので OK をクリックで、確認できたらさらに OK をクリックしていきます。はい、でこの状態でですね、今タイプセレクターは今作ったものになっておりまして、
壁を書くことができます。なんですけども、一旦修正でキャンセルして、今作った壁のタイプですね、どこにあるかというのを確認していきたいと思います。プロジェクトブラウザの中のどこにあるかということですね。一旦前回勉強した右クリックして全てを折りたたむ、これで一旦折りたたんでいきたいと思います。で、次に壁のファミリーを作ったわけですから、ファミリーのところプラスを押していきます。で、さらに壁のカテゴリーはここですね、壁のカテゴリープラスを押していきます。で、さらに標準壁、こちらプラスしていきます。そうするとそこにですね、壁のタイプというものがありまして、今作ったのはこれということですね。 HB 外壁 RC の1階というタイプを作ったということでございます。こちらダブルクリックするとですね、またさっきとね同じタイププロパティのボックスが現れます。ここで編集することも可能でございます。同じ画面でございます。これでですね、壁のタイプを1個新規作成することができました。はい、それでは続きまして壁の高さを設定していきます。はい、これからですね、壁をもう書いていくわけなんですけども、その前にですね、壁の高さを先に設定してから書きましょうということですね。壁の高さっていうのは、このレビットは 3D なので、下場の壁の下場の高さの設定と上の高さの設定、上場の高さの設定、この2つをしてあげて、まあ、平面的に壁を書いていくということでございます。それではそのやり方なんですけども、建築タブですね、それから壁、壁衣装、こちらをクリックいたします。そして先ほど作ったこの標準壁 HB 外壁 RC になっていることを確認します。このタイプセレクタークリックすると、ここで選ぶことができますが、これをクリックします。今作ったものをクリック、そうするとこのオプションバー、この緑のところが現れます。ここでまずですね、この壁の高さ方向の設定をしてあげます。まずはここですね、どっちの方向に書いていくかということで、上方向、それから指定のところですね、これ上場の話なんですけども、壁の上場どこまで行きますかということで、 2FL のところまで書いていきますという設定にいたします。で、今度はですね、先ほどちょっと話が出てきた配置基準線の話、これをですね、壁の中心で書くのか躯体の中心で書くのかで非対称だった場合は異なりますよという注意書きがございました。それ以外にもですね、仕上げ面の外部を配置基準にしたり、躯体の外部だったり躯体の内部だったり、まあ、いろいろですね、壁の書き方というものがあるんですけども、ここではですね、躯体の中心、あの構造ってなってたレイヤーの中心線ですね、そちらで書いていきますという設定にいたします。それから連結ですね、これはチェックを外します。連結っていうのは連続してこう書きますか、それとも単発で書きますかの違いですね。で、オフセットっていうのは、この躯体の中心書いたところからオフセットして書くこともできるんですね、壁を。あんまり使うことはないんですけども、一応そういう機能がございます。で、半径もなしということで、これでですね、壁の高さの設定、あと書き方の設定、こちらをすることができました。では、プロパティの方でもですね、同じようなパラメータがありますので、ちゃんとなっているかを確認していきたいと思います。このオプションバーで設定することもできるんですが、プロパティでも同じ項目があって設定できるので、それはやりやすい方でやったらいいかなというふうに思います。私はプロパティの方がなんか見やすいのかなというふうに思っております。まず配置基準ですね、躯体の中心。そして基準レベル。基準レベルっていうのはどこのレベルに書くかっていうことなんですけども、今は1階平面図、1階のビューを開いているので、ここが 1FL になっております。これ変更することも可能でございます。で、今度はですね、この上側がですね、下場レベルの話。そしてこの辺にあるのが上場レベルの話です。まず壁の下は基準レベルからオフセットは0ですよということなので、1FL プラマイ0が壁の下場のレベル。そして今度上の話、上場のレベル。上部のレベルはどうしますかということで、2FL に設定をいたしました。ここの部分ですね。2FL からじゃあオフセットどうしますか。で、0にすると、上場のレベルは 2FL プラマイ0のところでストップしますよという設定でございます。これが例えばマイナス500とかに設定をすると、 2FL からマイナス500のところが壁の上場ですよという設定になります。今回は教科書通り0でやっていきます。ここでですね、教科書メモの方が書いてありまして、この上部レベルを指定にすると、その下の指定高さの数値の高さの壁になりますということが書かれております。今はですね、上部レベル 2FL にしたんですが、ここを指定にするとですね、指定高さというパラメータで自由に壁の高さを設定することができます。例えば手すりとかですね、そういったものを作成するときはこの指定にして、例えば手すりの高さ1000とか1100とかですね、こういうふうな設定をすると、 1FL プラマイ0が下場、
で、上場はそこから1100いったところが上場レベルですよというような書き方もできます。では今回は 2FL のプラマイゼロに戻しておきたいと思います。でこれで適用します。さらにですね、メモの方に書いてあるんですけども、腰壁がある場合は上下の壁を別のタイプの標準壁で作成しておいて、重ね壁でその2つの壁を上下に重ねます。水切りなどはどちらかの壁のスイープで作成しますということが書かれております。この重ね壁っていう単語が出てきたので、ちょっとね触れておきたいと思います。はい、これはですね、この標準壁をクリックすると、こう標準壁ってあるんですけども、その下にですね、重ね壁っていうものがあるんですね。重ね壁って何かというお話なんですけども、この教科書のメモで書いてあるのは、まず重ねたい壁を標準壁の方でいくつか作っておくということですね。まずは標準壁で壁を作っておく。その次にちょっと重ね壁を選択して、重ね壁タイプ編集をクリックしてみたいと思います。そうするとどういうことかというと、これ断面図なんですけども、ちょっと編集をしますね。編集をクリック。はい。これ断面図ビューですね。この断面図のプレビューが出ております。腰壁を作るときなんかに有効ですよということで、これ断面図と思ってください。この下側の壁ですね。それがこっち、この今ハイライトされているこの2番の方。これがですね、標準壁の一つ一つなんですね。標準壁の一つ一つ。なので、あらかじめ標準壁で作っておいて、腰壁という名前の標準壁を作っておきます。で、さらに上の仕上げの壁は今度こっちで、それも標準壁で作っておいて、ここで選択するというやり方でございます。で、さらにオフセットということで、壁の、躯体の中心なのか、壁の中心なのかで、こんな感じで、こういう感じで、移動することもできるということでございます。はい、これがですね、この基本的な概念がこの重ね壁というファミリーの考え方でございました。これは関係ないのでキャンセルしていきます。キャンセル、キャンセル。はい、これからですね、外壁を書いていきたいと思います。一旦修正でキャンセルにしていきます。はい、それでは最後に外壁を作成していきたいと思います。はい、それでは、今まで作ってきたですね、この HB 外壁 RC1階、この壁を使って外壁を書いていきたいと思います。では壁の書き方ですね、建築タブ、壁、それから衣装をクリックします。それから、タイプセレクターの方で今重ね壁ってなってますが、こちらをクリックして、これから作成したい壁のタイプを選んでいきます。で、この HB 外壁 RC1階、こちらをクリックいたします。はい、そして高さの確認ですね、さっき設定したので同じ設定になっているかと思います。はい、良さそうなのでこのまま書いていきます。で、壁の基本的な書き方なんですが、これが結構注意点でして、基本的には右回りで書いていきます。それはなぜかと言いますと、右回りということは左から右ということなんですけども、ここでクリックして、ここでこういう感じで書いていきます。そうすると、ここに矢印出てくると思うんですけども、この矢印がある方が外側です。壁の外側です。で、これクリックすると反対側になって、今度こっち側が外側になるという感じですね。逆に、今度右から左に書いていくと、はい、こんな感じで、この外側の向きがですね、下になるっていうことなんですね。なので、これをですね、右回りで書けばどうなるかというと、ちょっと連続した壁を書くので、この連結にチェックを入れます。クリック、クリック、クリック、クリックと。ちょっと右回りでこういうふうに書きます。で、一方でこっちは反対回りでちょっと書いてみたいと思います。左回りで、こう書いたといたします。はい。これで修正をクリックします。そうすると、右回りで書いた方は、外側にこの矢印が来ているので、壁の外側、外側、外側という書き方になります。一方で、この左回りで書いてしまうと、この外側がですね、内側に来てしまうということなんですね。壁の外側に設定したものが内側に来てしまうという現象になってしまいます。こういう感じですね。なので、壁を書くときは基本的に、時計回り、右回りということでございます。これを覚えておきたいと思います。ちょっとこれ関係ないので消していきたいと思います。で、さらにですね、ちょっと説明しますと、タイプ編集をクリック。まあ皆さんもうお分かりかなというふうに思いますが、編集をクリックします。そして、プレビューのところを平面図にします。はい。今さっき外側、内側って言ったのはこのことですね。外側、こっち外側。で、内側は内側です。なのでさっきあの変な矢印があったと思うんですけども、外側にあの矢印がつくよと。これを覚えておきましょうという話でございます。はい。ではキャンセルしていきます。キャンセル、キャンセル。で、これも消していきます。ちょっとゼロからね、作っていきたいので、もう一度、
デリートで消しまして、これから壁を描いていきます。建築タブの壁、それから衣装でございます。はい、ちょっと今外側、壁の内側と外側を説明したかっただけなので、この場合であと連結にチェックが入っていることを確認して壁を連続して描いていきたいと思います。ではこの辺で適当に1点目をクリックいたします。そして上に持ってきて2点目をクリック、右側で3点目、上に持ってきて4点目、5点目、そして6点目、7点目。ここでくっつけてもいいんですけども、ちょっと教科書通りやります。ちょっと手前で止めます。ここでクリック、そしてこれで壁が描けましたので修正を押します。はい、これで壁がですね一通り描くことができました。で、ここ繋がってないので、繋げてもよかったんですが、コーナーへトリムというコマンドがございます。それを使ってみたいと思います。修正タブのこちら、コーナーへトリム延長というものがございます。こちらをクリック、そして1点目をクリック、2点目をクリック。これで壁をですね、こうフィレット、 CAD でいうフィレットですね、延長してこうくっつけることができました。で、修正を押していきます。はい、次にですね、壁を今非常に適当に描いたので寸法を書いて、そして壁を移動していくということをやっていきます。その時にですね、このアンダーレイですね、このアンダーレイで作ったこの読み込みデータ DXF のこの敷地境界のラインをちょっと意識しながら、書いていきたいと思います。はい、それでは寸法の書き方ですね、注釈タブの平行寸法、こちらをクリックします。はい、で、次にですね、寸法をどこで取りますかということで、壁芯で取るのか躯体芯で取るのか、躯体面で取るのか、壁面で取るのか選ぶことができます。ここでもですね、壁芯の違いと躯体芯の違い、この辺も意識しながら、で、今回は躯体芯で取っていきます。はい、それでは寸法を書いていきます。1点目はこのアンダーレイの下書きのこの基準線ですね、敷地境界のライン、ここでクリック、そして今度はここにガイドが出てきますので、ここでクリック、で、次でここでクリック、で、次ここでクリック、で、右側の敷地境界でクリック、で、書けたら任意の場所で何もないところでクリック、で、修正を押していきます。これで寸法を書くことができました。同じように縦方向でもやっていきます。注釈タブの平行寸法、それから躯体芯になっていることを確認して1点目をクリック、で、この壁でクリック、この壁でクリック、この壁でクリック、で、境界ラインでクリック、で、外側に出してあげます。ここで何もないところでクリックです。で、修正を押していきます。で、今度は仮寸法を使って壁を動かしていきます。動かしたい壁をクリック、そうすると寸法がちょっと青くなるので、ここでもう一度クリックすると編集モードになります。ここで数字を打ち込んでいきます。4500、これ教科書通りやっていきます。はい、こんな感じで移動することができました。どんどんやっていきたいと思います。壁を選択してここをクリック、次は7000でエンターです。で、次もですね、壁をクリックしてここを7000に設定します。で、残りが1500という感じになります。今度は縦方向をやっていきます。下の壁をクリックして仮寸法を、クリックいたしまして、で、線と、仮寸法じゃなくて、普通の線ですね、普通の寸法ですね、普通の寸法でございます。仮寸法ではなかったです、ごめんなさい。動かしたい壁を選択して寸法をクリック、で、ここで数字を打ち込んでいくと。で、最後ですね、この壁を選択して寸法をクリック、そして3000と打ち込んでエンターです。で、残りが6000という形ですね。これで教科書通りの壁の位置になりました。では壁が描けたら寸法を消していきます。寸法を消していきます。この辺はですね、教科書通りやっていきますね。で、アンダーレイですね、アンダーレイも一応もう不要ということで、こちらアンダーレイのところ、今設計 GL になっておりますが、こちらなしに設定して適用します。そうすると下書きアンダーレイが消えました。はい、壁をですね1個書き忘れていたので、ちょっとここにですね1本壁を書きたいと思います。同じように建築タブ、壁で衣装ですね。はい、ここがですね、標準壁 HB 外壁 RC になっていることを確認します。で、この壁の延長みたいな形で書いていきたいんですけども、このガイドがこうちょっと出てきますね。で、ここでですね、右から左に書いてもいいんですが、壁の原則ということで思い出していただいて、あくまでも時計回り、左から右に向かってこう書いた方がいいかなというふうに思います。それはなぜかというと、この躯体の中心がですね、逆になってしまうからということなんですね。ちょっとごめんなさい、もう一回やり直したいと思います。デリートで消していきます。建築タブの壁で衣装ですね。もしですね、これを右から左に書いたとします。右から左にこう書きますと、
ってなってくると、ここがですねちょっとずれるっていうのがね、ちょっとお分かりになりますでしょうか。はい、こんな感じでちょっとこれ細線表示ですね、細線を、細線表示にします。こう段違ができてしまうんですね。躯体の配置基準が躯体になってますから、躯体の中心ですね、こっちも躯体の中心でこっちも躯体の中心です。反対側で書くとこう段違ができてしまうっていう、まあ、こういうですね細かい問題が出てきてしまうんですね。で、この外側をですねクリックすると反対にできるので、まあいいじゃないといえばいいじゃないという話にはなってくるんですけども、まあ、より確実にですね壁を書くには、まあ、時計回りですね、左から右に書くということをですね意識するといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっと細線表示はですね解除していきます。次は位置合わせコマンドというものを使って、この位置にこの壁のこの小口をですね合わせにいきたいと思います。そのやり方なんですけども、修正タブの位置合わせコマンド、こちらをクリックいたします。で、目的となるラインですね、先にクリックいたします。ここまで位置を合わせたい、ここに位置を合わせたいということですね。ここをクリック、1点目をクリック、そして2点目はですね、じゃあどのラインを合わせますかということで、ここでクリックします。そうするとここ位置がですね合わさりますので、ここで修正を押していきます。はい、これでですね壁をですね一通り書くことができました。最後にですね、ここメモが教科書に書かれておりまして、レビットでは表現の詳細レベルが3段階用意されておりますということが書かれております。表現の詳細レベルという言葉が出てきたんですけども、この壁の話ですね、ここビューコントロールバーの詳細レベルというものがですね3つ用意されております。簡略、標準、詳細。今簡略表示なんですが、詳細にするとどうなるかというと、はい、このような先ほど壁を編集した時にプレビューで出てきたようなこのボードのラインとか外壁のラインがこうより見えるという状況ですね。これ細線表示ちょっとオンにしてみたいと思います。はい、これがちょっと見やすいとは思うんですけども、こういう形になります。なのでこの状態でですね、この壁がもし万が一逆だったら結構一目瞭然というか、なんかちょっと変だな、壁の崩落がおかしいなみたいなことがですね気づきやすいんですけども、これちょっと戻しておきます。こっちが 外側ですね。でも先ほど書いてたのがですね簡略の方で書いていたので、まあ、それがちょっと分かりにくかったということですね。はい、この詳細レベルについてご紹介しましたけども、あまりですねこの標準と詳細を分けている、人っていうのはあんまり見たことがなくて、まあ、基本的には簡略なのか詳細なのか、このどっちかかなというふうに思いますので、この2つだけですね、覚えておいたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回もですね第3章の続きということで、新しい壁を作成する、壁の基本的な作成方法について学んでまいりました。次回なんですけども、第3章の続きとなりまして、通り芯の作成方法ですね、こちらを学んでいきたいと思っております。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。